神戸電気鉄道線系電車は、神戸電鉄が神戸電気鉄道時代の1965年に製造を開始した通勤系電車である。1000番台の形式を総括して線系列と称されるが、本校では線系列すべての車両を一括して解説を行う。また、本記事では、編成単位で表記する必要がある場合は、ありま、三田た、 青方の先頭車の車番を代表し、1353、編成のように表記する。神戸電鉄発の高性能車であるデス300系の貫通型車両のデザインを継承の上、阪急線系電車のデザインも取り入れ、沿線人口の増加に伴う輸送力増強を目的に、客用扉を 1400mm 幅の両開きとした車両として1965年に登場した。 系列全体としては1991年までの26年間に合計106両が川崎重工業で製造され、携帯や製造時期の違いで数多くの形式が誕生している。1965年には両開き扉、電力改正ブレーキを採用した鉄線セン型が1968年には増結用として鉄線セン50型が1971年には 改正ブレーキを省略した、デ1300型が登場した。1969年には3両固定編成のデ1100型、車線2 0 0系、1974年には増結用、両運転台3、扉車のデ1 7 0系及び3扉の中間電動車で1320系、1977年には3両編成の3、扉車で1150型、 車線250型が導入されている。1979年には千系列で、初の心臓冷傍車として、月1350型が登場。1991年には、公園都市線のワンマン運転対応の3両、編成である1500系、1600型が登場した。 1997年には、で1320型が戦闘車化改像により1370型となった。各形式は相互に並結が可能であり、3両から4両編成、そしてラッシュ輸送時の5両編成まで輸送量に応じた編成を組んで活躍していたが、2000年代以降は3両、または4両固定編成への集約が進められている。編成は、 有馬寄よりに奇数車、神戸よりに偶数車を有する構成となっている。1100系、1500系の場合はマニフ付随車が挿入される。で310系のスタイルを継承した18メートル旧車体を採用し、前面は貫通型3枚窓、貫通扉の上部に全小灯2灯、両端の窓上に標識灯を設置している。側面は客用扉として、 幅 1400mm の両開き扉と 810mm 幅の上段加工、下段上昇式の2段窓を配する。初期の車両は片側に扉となっており、窓配置は D2D6D33D6D3 を採用した。1974年ので1 0 7 0系以降は3扉となり、窓配置が D1D2D2D1D、これ以降に登場した3。 扉車は DD3D3D1.1、D3D3D1 の配置となっている。車内の座席にはロングシートが採用されている。初期車は連結面側の貫通路に広幅を採用し、内張りも単成色であったが、後期車は貫通扉付きの強幅となり、内張りも木目調とされた。性能は線系列全体で、ほぼ統一されており、 加速度は時速 2.7kmS、減速度は時速 3.3kmS とされている。二両ユニット車は主制御機に1機で2両分8台の主電動機を制御する 1C8M 制御を採用し、一両ユニット車では各電動車に一両分4台の主電動機を制御する 1C4M 方式の制御装置が装備されている。 主電動機は2両1両ユニット車ともに三菱電機製のメガバ MB-3054B を各車両に計4台搭載する。3両編成の1 1 0 0系、1 1 5 0系、1 5 0 0系では主電動機を従来の約1.5倍の出力とした三菱電機製メガバ MB-3088B を採用し、 全電動車3両編成と同等の性能を確保している。主制御機も各電動車に1つの制御機で4個の主原動機を制御する 1C4M 方式の ABF-144 から 15MDH を搭載する。駆動装置は D300 型と同様に WN ドライブを採用している。1000系、1300系は川崎車両製のウィングバネ式台車である。 川崎651を装着する。1100系、1150系は、電動台車と付随台車の設定があり、川崎車両製のウィングバネ式台車で、電動車が川崎681、付随車が川崎682を装着する。1500系は、軸バネに、エリゴバネを採用した軸量式となり、電動車が、キロワットマイナス150。 付随車が、キロワットマイナス160に変更された。いずれも、軸間距離は2 1 0 0ト、mm、ル、車輪径は8 6 0ト、mm、ルである。1100系の1212.1213は、800系からの編入車であり、800系由来の川崎車両製のウィングバネ式台車である、川崎641を継承した。軸間距離はミリメートル。 車輪径は 910mm である。神戸電鉄の標準品である東洋、電気製造製の菱型パンタグラフ、PT-4209 を搭載する。手線型は登場当初、三菱電気製の S-752A を装備していたが、同社のパンタグラフの製造中止に伴う予備部品確保の観点から、1980年代に、 pt-4209 に取り替えられている。連結量数の増加を考慮し、ブレーキは発電ブレーキ併用の電磁直通空気ブレーキを採用した。また、新鉄独自のシステムである非常電線が装備されている。万が一急勾配で非常空気ブレーキが故障した際にも、過電流、過電圧保護装置を無視して、 停止直前の速度までに減速することが可能となっている。講議の線系列は全面貫通型で両開き扉を持つ線番台の各形式を総称している。神戸電鉄では形式称号に形を用いるが、鉄道市民関連の雑誌、書籍においては便宜的に系としてのグループ化もなされており、で系、で系、で系の各形式が 競技の1000系、3両編成ので千1 0 0型、左千2 0 0系、で千1 5 0型、左1250系、1500系、1600型が1100系、2両編成ので1300系、で1320系、1370系、で三3 5 0型が1300系として分類されている。神戸電鉄の公式資料においては長らく、 形を使用していたが、2008年の6000系登場以降は、系を用いた、系列名称が使われている。1979年登場ので1350、型ッまでは、電動車に、で、付随車に、差の記号が用いられていたが、1987年に、鉄道事業法が施行されて、以降の心臓、神経識者では記号を付す必要がなくなり、1500、 計以降では記号が省略されている。で300 K 3 0 0系3 1 1から314の車体設計を基本に扉を両開き扉とした高性能車として1965年から1968年に5編成重量が川崎車両で製造された。MC1、MC2 の2両ユニットを組む編成構成はで3 0 0型と同様であるが、 ブレーキは4両編成以上を想定して、当初より HSCD を装備、幅 1400mm の両開き扉が採用され、以後の神経式車の基本スタイルが確立された。車体は、で300系二次車を踏襲するが、扉は幅 1400mm の両開きとなり、戸袋窓は省略、側窓の幅は 810mm となった。 貫通路は広幅を初採用した。引き面では、台車が従来車の日本車両製造製から、川崎重工業製の川崎六百五十一ウィングバネ式台車となり、手伝動機もメガバイトマイナス三千五十四 b が採用された。デッセン形独自の仕様として改正ブレーキを搭載しており、制御装置は、多段式のアブフムマイナス百八から十五 m d r h を、 奇数車に装備、パンタグラフも偶数車に2台搭載されている。改正執行時には、空性が100キロパスカル立ち上がり、約4秒後に発電ブレーキに切り替わるが、切り替え時の衝撃が激しいことと節電効果の薄さからほどなく、使用を停止した。末期には、パンタグラフも、運転台側のみを使用し、連結面側を下ろして運転していた。 登場当初は2両編成で運用されたが、1968年以降は、乗客数増加への対応から2両編成に、で1050系1両を増結する3両編成での運用が大半となった。晩年のデッセン型は2ユニット並結の4両編成で運用についていた。列車無線設置車両の関係上、奇数車で先頭に立つことができたのは100級のみであった。 5000系の増備に伴い、1995年に全廃となった。ラッシュ時の2両編成への増結用車両として、1968年から1974年にかけて11両が製造された。片運転台ながら、単車走行が可能で、運転台と反対側のつま面には、構内入れ替え用として、簡易運転台が設置されている。このため貫通路は、 扉付きの強幅となり、つま上部には、全小灯と微灯が設置されている。運用上の都合から、神戸方の偶数車が多く製造され、奇数車の1059.10611063が、欠番となっている。で、線型にあった、改正制度は省略されており、制御装置には ABF-104 から 15MDH を採用、補助電源は、 スペースの都合から電動発電機に代わり静止系インバータを採用した。日本の鉄道車両での SIV の採用は都営地下鉄6000型とともに初めての事例である。抵抗機は1058までは出線型と同様のグリッド型を搭載していたが、1060以降はリボン式に変更された。青線の連海運用が4両から5両に移行するのに伴い、 1986年からは、デ e s 1 5 0型とデ e s 1 7 0型による二両ユニット化が実施された。1051から1058は二両固定編成となり、奇数者のパンタグラフを撤去、1 0 6 0 1 0 6 2 e 1 0 6 4は、ありまより2070系の1071の1073を連結する二両編成となった。 ラッシュ時の青線にて1100系3両編成との4両連回運用を実施するため、増結用の両運転台車として1974年から1976年に6両が川崎重工で製造された。ラッシュ時の輸送に対応するため線系列発の3、扉車となり、両運転台のため扉間の窓数は2枚と少なく、窓配置も D1、D2、D2、D1、D となった。 伝送品は、で1050系の後期車と同様であり、パンタグラフは、神戸よりに1機を搭載する。造血時は1100系の神戸型に連結するが、連結解放作業の円滑化のため、有馬型に、自動連結解放装置を当初から、装備、電気連結機付き密着連結機が設置されている。接続の手間を省略するため、貫通ホロは設置せず、手すりを設置。 非常時のみ、通行可能としている。1071から1073は1986年に、出1五5 0系の1060.10621064を神戸寄りに連結する固定二両編成化を実施し、五両編成の増結二両として使用された。この三両は、比例棒のまま残ったが、出1五5 0系1062と同時に2010年4月に廃車となり、 非冷房車は消滅した。単独 M 車として残った1074.1075の2両は他の1000系列の車両が検査入場した際の予備車として活用された。1074は2001年8月に冷房化、2002年にワンマン化された。冷房化当初はで1350系1351編成と3両編成を 組んだが、後に1100系111編成との4両編成に変更された。1075は2004年に冷房化と安満マン化を実施し、1100系113編成と組む4両編成となっている。1076は1985年に新鉄発の冷房化改造を行い、で1350系1357編成との3両編成となった。 この際に SIV が撤去されており、一両での走行が不可能になっている。長らく五両連海運用に充当されたが、2001年6月のダイヤ改正に伴い1150系1153編成と並結する4両編成となった。2017年3月現在、1000系はで1070系1075から1076の2両が在籍している。 いずれの車両も、神戸より2100系を並結した4両固定編成となっており、ワンマン運転に対応している。なお、ワンマン化改造時に、有馬より運転台の乗務員扉直後の、客用窓が2段窓から、H ゴム固定窓に変更されている。で1076、2016年3月27日鈴蘭台駅1070系の車内従来は、で310系。 鉄線系の二両編成を基本に、ラッシュ時に、鉄線50型を増結する運用が行われていたが、沿線の住宅開発に伴う乗客の増加によって三両固定編成の運用が可能となり、三両固定編成を組む鉄線100型、左線2 0 0型として1969年により製造が開始された。この二形式を競技の1100系とも呼称する。車体は、 で1000系のスタイルを踏襲する。形式は、電動車のデッセン100型と、中間付随車車1200系の2形式で構成され、中間に付随車を組み込んだ MC1TMC2 の固定編成を組んでいる。1972年までに13編成39両が製作され、5000系の装備が完了する1998年まで、最大の初体を有していた。 両先頭車の運転台側にパンタグラフを設置し、制御装置は1台の制御機で4機の電動機を制御する 1C4M となったが、MG と CP を中間付随車に分散搭載したため、電動車単独での走行はできない。3 0 0系、1 0 0 0系、1 3 0 0系とは、ノッチ診断が揃えられており、相互の連結が可能である。全電動車と比較して、 空転の発生率が高くなるため空転検知器を設置しており、空転発生時は自動的に主回路を遮断、再粘着後に元の回路を構成する。最終増備車の1212.1213話で860、計864.865からの改造編入車であり、台車も種車と同様の川崎641を装着。 電装解除の上使用している。1974年4月5日のダイヤ改正より、ラッシュ時の青線にて3両編成に1両を増結する4両連回運用が開始された。押しべ駅での連結解放作業の効率化のため、増結車ので1070型と並結するで1100系1112から1126に、電気連結機付き密着連結機が設置された。 1978年からは増結開放も、しじみ駅で実施、2両を増結する5両編成の運用を開始した。冷房化改造は1986年に開始され、1991年に全車で完了した。で1350型と同様の CU-193 型分散式、ユニットクーラーを1両につき3台を設置。 1989年からは冷房化と並行して貫通路の強幅化と扉の設置、側面行き先方向膜の設置も行われた。2000年には1115編成、1119編成、1125編成の間で4両固定編成を蘇生するための編成外が実施された。2001年6月のダイヤ改正に伴い、 青線しじみ伊勢への4両化とありませんの有馬口、有馬温泉間を折り返し列車のワンマン化が実施された。これに伴って、月1100系3両編成5本のワンマン化改造が実施されている。1108、1112は、連海装置が残り、青線の5両連海運用にも充当されていた。上記と並行して、1100系とで1070型による四両固定編成が、 蘇生された。2005年9月、1123編成が編成を解除され、1124を1121編成に組み込んだ4両固定編成の蘇生とワンマン化改造が実施された。2008年には1115編成のワンマン化が実施され、ドアチャイムが同年6月に営業運転を開始した6000系と同一仕様になり、 扉上部に扉開閉予告灯が設置された。2009年には同様の改造内容で1119編成のワンマン化が実施されている。で11222016年3月27日スズランダイ駅さ12112016年3月27日スズランダイ駅で1100型を基本に、で1320型と同様の3扉車としたグループで、 1977年と1987年に、各一編成の合計に編成6両が製造された。電動車は、で1150系、中間付随車はさ線2 5 0型を称し、この2形式を総括して1150系とも称される。1系列の編成単位では、初の3、扉車となった。で1320型と同様に、扉間の窓が3枚となり、 電動車は運転台後部の窓がなくなったため、パンタグラフを連結面側に移設し、運転台側には通風機を設置した。1977年製造の1151、編成は非冷房車として落成し、車内の内張りも単成色のデコラバリである。1987年に製造された1153、編成は登場時より冷房を搭載。 内張りも3000系で1350型と同様の木目調となり、登場時より新塗装、乗務員扉と客用扉の間の戸袋部分に、K マークが設置されており、で1350系1361編成と5両編成を、蘇生した。1990年には1151編成の、冷房化と貫通路の強幅化が施行されたが、内装は、 単性色デコラのままで、乗務員室後部の K マークも設置されていない。2001年の青線4連直通運転開始に、再始、1153編成とで1070型による4両固定編成が、蘇生された。1076を、有馬寄よりに連結、連解装置は撤去され、4両分の冷房電源確保のため SIV を、乾燥し、 容量が7 9区から100区に強化された。で1151-2008年10月5日、スズランダイ社庫で1154-2016年3月27日スズランダイ駅車線2 5 2 2 0 1 6年3月27日スズランダイ駅1969年より3両編成の1100型を増備していたが、運用上に両編成が必要となり、 1971年から1973年にかけて5編成重量が製造された。車体は手線型と同様であるが、改正ブレーキを省略したため別形式に区分されている。両開きに扉車で扉幅は 1400mm、貫通路は広幅、内張りは単成色のアルミデコラである。主電動機は、 デセン型と同じ三菱メガバイトマイナス 3054B、歯車比は99,14で、二条分八機の主電動機を一つの制御機で制御する 1C8M 方式である。制御機は、奇数車に、MG、CP は、偶数車に設け、パンタグラフも偶数車の運転台側に装備している。抵抗器は、ニクロムリボン式のものを、 奇数車と偶数車に分担して搭載する。当初より、大荷重装置を装備している。デ1 3 0 0型は1971年の登場以来、青線の増結用二両編成を中心に運用されていた。1975年には、さらなる輸送力増強の対策として、中間電動車として、D1320 系のユニットを組み込んだ四両固定編成が誕生している。 1991年には、中間の1320型が1350型に、組み込まれ、で1300型は、全編成が2両編成となった。その後8両が廃車されたが、残った1309編成は、で1350系1361編成との4両編成となり、冷房化を実施、2004年にワンマン化された。 沿線開発による利用客増加への対応として、デ1300型を4連化する際の中間電動車として、1975年から1979年にかけて3ユニット6両が製造された。車体はデ1300型に準じた中間電動車とされたが、混雑緩和のため幅 1400mm の両開き、3扉となった。乗務員室がないため、 客用扉間の窓数は3枚となった。編成蘇生の際には、両端の制御電動車とユニットを組み、3000系と同様の構成とした MC 1、MC1、M2、M1、MC2 の編成を組む。1975年に増備された2ユニットは、比例棒、幅 1100mm の広幅貫通路と単色系の内張りであったが、1979年増備の、 最終ユニットは後日の出三3 5 0型に順じたスタイルとなり、幅 700mm の強幅貫通路、木目模様の打ち張りを有する冷房車となっている。1997年には前車を対象に戦闘車化改造が実施され、後日の1370型への改版により、出三3 2 0型は形式消滅した。改造後の動きについては、 1370型を参照。 百二1 3 2 1百9 9 3年3月21日鈴蘭台駅で1 3 2 2百9 9 3年3月21日鈴蘭台駅で1 3 5 3百9 9 3年3月21日鈴蘭台駅で1 3 6 2二0 1 6年3月27日鈴蘭台駅で1 3 0 0 で1320型をベースに、1979年から1987年に、6編成12両が製造された。車体は、で1150型と同じ三扉車で、性能は、で1300型と同じであるが、線系列で、初の新生冷房車となっている。1979年に製造した第一編成の1351.1352は、 で1320系の心臓冷房車1325.1326を組み込んだ1351132613251352の4両固定編成を組成した。その後、2両編成2本を並結の4両編成として、1982年に1353から1354、と1355から1356が、 1984年には1357から1358.1359から1360編成が増備された。最終増備の1361から1362はで1150系1153編成と同時期に落成している。1353以降は乗務員室後部の戸袋部分に神戸電鉄のイニシャル K のマークを設置した。 1361編成は、登場時より新塗装をまとい、側面方向膜が設置された。内装は3000系と同じマホガニー木目模様の、内張りを、当初の1351より、採用、貫通路も、貫通扉付きの強幅となった。冷房装置は集約分散式の三菱親友 -193 系で、1357以降は、 cu-193r に変更された。パンタグラフの設置位置もで1150型に順次、神戸より偶数車の連結面側に一機設置されている。1357.1359編成は、自動連解装置を製造当初から設置している。1357は、有馬よりに、で170、系イセ76を並結した3両編成と、 なり連5連海五運用に重当された。九百九十一年の編成外により、デ三百二十型は、全編成が、デ三百五十系の中間ユニットとして編入され、比例棒だった2編成も、編成外と同時に冷房化が実施されている。九百九十七年、青線の凍結車に残る、比例棒車を投打するため、デ三百五十系の二両編成とともに、 で1320型も戦闘車化改造を実施の上1370型として増結運用に投入されることとなった。4両固定編成は5000系の増備により賄われ、大体としてで1300系の5本中4本が廃車となっている。で1350型と1370型による5連運用は2001年まで続けられた。 2001年6月のダイヤ改正により青線の全区間で4両編成の直通が可能となったことで5両編成の運用が減少、増欠者であった1300系も4両編成への蘇生変更が順次実施された。1357編成は1076の並結相手を月150系1153編成に変更。 1361編成は、で1300型との4両編成を蘇生した。1351編成は冷房化改造された、で1070系1074と組み、側面方向膜の設置の上で3両固定編成となった。1351編成はその後の改造で、ワンマン対応となり、この3両編成で、公園都市線の運用にも充当された。 青線でのワンマン運転が開始された2003年、1351編成は、連結相手を1370系1371編成に、変更の上同編成と4両固定化、1074和で1100系1111 11編成を、並結相手とする4両編成に蘇生変更された。その後も線系列4両編成のワンマン化改造が、順次実施され、 1300系は、新鉄前線がワンマン化された2005年までに全編成への改造が完了した。青線に残る比例棒の造血車を置き換えるため、1997年に中間電動車であった、鉄1320型に運転台を設置した、先頭車化改造車である。車番は原番号に50を足し、形式は1370型となった。 改造に際しては、種車の編成順序を入れ替え、奇数車の有馬より、偶数車の神戸よりに廃車となった、で1050系、で1300系の運転台を接合している。このため、で1350型と異なりパンタグラフが、神戸よりの運転台側に設置されている。広幅間通路の強幅か、有馬より先頭部への連回装置の設置、 各社の連結面より座席を一部撤去の上で、車椅子スペースの新設を実施した。車番の対応表は以下の通り。2003年の青線、ワンマンカゴは4両固定編成化され、1371編成は、で1350系1351編成と、1373編成は1375編成との4両編成を、組成した。 4連運用減少に伴い、2015年3月には1371から1372の2両が廃車となった。13732017年2月10日、スズラン大駅13762017年2月10日、スズラン大駅1500系の車内老朽化した800系の代替と、1991年10月に開業した。 公園都市専用2000系の検査入場時の予備車として1991年に登場に編成6両が製造された。1000系列の最終製造グループで形式は制御電動車の1500型と中間付随車の1600型で構成され、で、差の形式記号を省略した最初のグループとなった。基本的な仕様は1100系と同様に付随車を 挟んだ3両編成で、車体や性能、内装は1150系と同様であるが、新造時よりワンマン運転に対応している。車内は1150系1153階や1350型とほぼ同一だが肘掛けが、仕切り板とパイプの組み合わせに変わり、貫通引き戸のガラスが、下方に拡大されている。また、 ワンマン機器設置のため乗務員室が2 0 0、mm、トル広くなっている。空気圧縮機は当初は C-2000 の1台であったが、後に C-1000 の2台に変更された。また、落成時より扉開閉予告ブザーを装備している。台車は軸量式のキロワット -150、キロワット -160 を採用。枕バネはゴムバネを採用している。 ワンマン仕様のため、他の線系列との並結は不可能である。通常時は、青線の3両編成運用に充当し、2線系が検査入場する際のみ公園都市線の運用に入る、運行形態が長らく続いていたが、神戸電鉄全線でのワンマン運転の開始に伴って、他の3両編成と共通で運用されている。 1501-2017年3月26日スズランダイ駅線、6 0 1 2 0 1 7年3月26日スズランダイ駅線、9 8 3年ので1070系1076を皮切りに既存車両の冷房化が開始された。非冷房車のうちで1070系1074から1076、1100系、全車、1150系1 1 5 1編成。 1> で1 3 0 0系1 3 0 9編成の各社が改造を受けた。で 1000K、で1050型は全車とも冷房化の対象外となった。旧塗装は1960年の3 0 0系で採用されたシルバーグレーに窓周りをオレンジの塗装で1000系列でも標準塗装として塗られていた。1982年からは車体裾に赤帯が塗られた車両も登場したが、 全車には波及せず、後術の新塗装に塗り替わった。新塗装は、クリーム色に、窓周りと、そうか、裾部を赤色とした塗装で、1986年8月より、塗装変更が開始され全車で完了した。1150系1153編成、で1350系1361編成、1500系は、当初より新塗装で竣工している。 当初は扉も赤一色であったが、1999年以降は、車体部と同じく直線的な塗り分けとなった。2001年6月に、有馬線有馬口有馬温泉間の区間列車のワンマン化に伴い、既存の1100系、1150系3両編成のワンマン化改造が実施された。自動放送装置、ドア開閉部ザー、側面行き先表示幕。 車両間転落防止ホロが設置されている。全面行き先表示幕も自動化されている。2003年からは4両編成のワンマン化改造も開始された。4両編成は扉上部への途平センサの設置も行われている。6000系が登場した2008年以降にワンマン化された2、扉車はドアチャイムが6000系と同様のものに変わっており。 ドアの上に警告灯が付けられた。線系列初期車両は当初前面に手動回転式方向膜を装備していた。その後前面表示器の電動回転式への交換と側面表示器の設置が行われた。長らく前面表示器に英語表記はなかったが2017年1月より順次前面についても英語表記の追加が行われている。2018年 1076プラス115312521154の編成に窓の改造と化粧板の張り替え工事が施行された。内装は寒色系であった1076も含めて全車が濃い、木目調となり、1150系の側面窓の一部が2段窓から H ゴムの一段固定窓となった。続いて、1361編成が2020年1月に、 固定窓のエッジゴム化を除く同様の改造を行った。2018年より鉄道開業90周年事業としてメモリアルトレインを運行を実施している。5月19日から1151編成が戦後復興期のスプリンググリーンとシルバーグレーの塗装で運行を開始。7月22日から1357編成が高度経済成長期以降の オレンジとシルバーグレーの塗装で運行を開始。2020年頃からハロゲンライトから LED ライトへと変更工事が進められている。ちなみに最初に変更工事が行われた車両は1151編成である。2021年6月1日現在。で、1型は1990年代時点で登場から30年が経過し、老朽化が進み、 冷房化の対象外となり、5000系の増備に伴い1995年までに全車両が廃車となり、形式消滅している。で千五5 0型も冷房化の対象外となり、1051から1058が1996年から1997年にかけて廃車。1997年には、で千3 0 0系の1301から1308が廃車となった。 2000年、1100系の中間付随車1213が廃車となっている。2008年には6000系の投入に伴い1123と1212が4月17日付で廃車となり、800系からの改造車が消滅した。2007年3月のダイヤ改正による5連運用の減少により、残存する非例某車は2008年4月17日付で1060が、 余剰廃車、2009年3月のダイヤ改正による五連運用の廃止で運用から外れた1064が、同年4月1日付で廃車となった。最後まで残った1062も6000系、第2編成建造の代替で、で1070系1071から1073と、共に2010年4月1日付で廃車となった。で1050型は、形式消滅、同時に、 新鉄の冷房化率100%が達成されている。2009年3月のダイヤ改正では5両編成運用が廃止となり、2万運用も消滅、最後までワンマン非対応編成として残った1 1 0 0百1 1 1 7編成が2011年3月31日付で廃車となった。4連運用の減少に伴い、1124.1126 の2両が2013年3月26日付で、廃車となった。2015年には、で1350系1361編成の、並結相手が1351編成に変更され、1310編成は1351編成と組んでいた1370系1371.1372と、ともに2015年3月に廃車となり、 低1300型は、形式消滅した。1074と11112061112 1は、2016年3月10日付で、廃車になった。6500系の投入に伴い、1100系、トップナンバーの1101回は2016年に、運用を離脱し、2017年2月1日付で、廃車となった。1101はスズラン大社湖の移動倉庫に改造され、 入れ替え車と同じ茶色塗装となり、車内は座席、吊り革、網棚も含めて撤去されている。2018年度には、2018年から2019年に、かけて1121.1115119、編成の3編成が運用離脱した。2019年度には1075プラス1113、編成の4両が2020年3月16日付で、 廃車となっている。1117カコテクノス保存車1117は、小野市にある制御機器メーカーカコテクノスに譲とされ、小野工場の敷地内に生体保存されている。2013年11月に、旧塗装に塗り替えられた。6000系投入の直前、2008年4月1日、現在、1000系列は79両が在籍する。 6500系運用開始の直前、2016年4月1日、現在、1000系列は57両が在籍する。2021年6月1日現在、1000系列は41両が在籍する。ありがとうございます。